科学的根拠がないとやらないのか。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日は伊豆高原の大室山からお届けしています。今日は質問いただきました。曲がったことが大嫌いさん、43歳男性、うつ病、社交性不安障害、強迫性障害のものです。朝散歩、運動、睡眠は実践中です。ピラティスに興味あり、始めようかと迷っています。これらの病気に効果はありますか。結構こういう質問って多いですよね。例えばヨガは効果がありますかとか、例えば楽器の演奏は認知症の予防に効果がありますかとかね、個別にいろいろなことをね質問される方が多いんですけども、結論から言いますと、科学研究っていうのはあんまり細かいことまでいちいち調べてないので、ピラティスが健康にいいかどうかっていうのはちょっと私は見たことがないですね。ヨガなんかは調べられてはいるんですけど、あんまりデータとしてそんなに多くはないわけです。だからちょっとそういうレアなケースを持ってきてですね、科学的根拠ありますかって言っても分かりませんっていうのが一番正しいね答え方だと思います。科学的に効果のある運動をやりたいのであれば、一番確定しているのが大体うつ病の運動療法なんかでは、1回1時間の有酸素運動を週2回から3回ぐらいですね、比較的中強度以上の運動なんで汗が流れるぐらいの早足以上の運動をされるというのが一番いいかと思います。結構大変ですね。45分から60分以上っていうのが多いと思いますけど、60分週3回やるっていうのは結構大変だと思いますけど、それがうつ病あるいはその他のメンタル疾患ね、パニック障害や強迫性障害、不安障害などに全て効果が認められておりますので、科学的に効果がある方法をやりたいのだったらそれをやってください。1時間ぐらいの有酸素運動を週2回から3回、できれば3回ですね、やっていただくというのが一番いいと思います。どちらかというと朝散歩何回よりもやや強度が強めの方がいいと思いますね。ということで、じゃあ他のやつはどうなのかと、ヨガとかはどうなの、ピラティスはどうなのみたいなね、結論から言うと、運動っていうのはやればやっただけ効果がある。私もストレスフリー滞在など新しい本を書くのにですね、運動の論文とか運動について書かれた本、膨大なものを読みましたけども、だいぶ以前に調べた時と比べてだいぶ変わってるんですね。今最近のどういう運動が健康にいいのかっていうのね、一昔前だとやっぱり30分以上の有酸素運動をやんなさいっていう研究が多かったんですけど、最近はちょっとでも体を動かすとそれなりに健康にいいですよっていう論文が多いです。ちょっと体を動かすっていうのは例えばどういうことかというと、家事ですね、家の中の掃除とか洗濯とか、そういう動き、あと片付けとか、そういうちょこまかした動きを少しやるだけでも健康にいいっていうことが言われてます。なのでよくあるのがね、こういう運動は健康にいいですかっていう、もうとにかくいっぱい来てるんだけども、それに対する答えっていうのは、運動はやればやるだけいいです。なので運動の種類とかあんま関係なく、運動する時間を最低週150分ですね、なんか1日20分の運動っていうのを意識するといいと思います。週150分の運動っていうのはメンタル疾患にならない、あるいは各種生活習慣病を予防するのに最低限の運動時間ですね。大体1日10分もしくは週150分運動してると健康にはいいということなんで、逆に言うと最低でも150分は運動しろよっていう形になります、1週間で。だからまずそこをどんな運動でもいいのでやっていくってことが基本になります。その上でさらに効果を出したい人はっていうことで、いろいろ調べていくといいかなというふうに思います。あと運動やる上で一番私が重要だと思うのは、自分がやっていて楽しい運動をするということです。だから楽しくないと絶対続かないです。だから運動療法って言ってもそんな1ヶ月2ヶ月で効果はすぐに出る方もいるけど、大体3ヶ月以上続けていかないとそれは効果っていうのはすぐには出ませんので、何ヶ月も続けていくことでメンタルの効果っていうのがね出てくる、あるいはメンタルの治療効果だけじゃなく予防効果っていうのも出てくるんですけども、そうなった場合はやはり続けるためには楽しくないといけない。だから自分が好きな運動をするっていうのが一番重要なんですね。だから有酸素と筋トレどっちがいいですかっていうのよくあるんだけど、好きな方やれって話ですね。有酸素大嫌いで筋トレが好きな人いるし、筋トレが大嫌いで有酸素が好きな人とか分かります、結構ね。だからそれぞれの運動に良いところっていうのはあるんですけども、筋トレ嫌いな人に筋トレやった方がいいよって言っても絶対やりませんから、やりたい方をやればいいっていうのが正しいと、好きな方楽しい方をねやっていくっていうのが正しい運動のやり方です。なのでピラティスやりたいなと思ったならやるというのがいいと思いますね。やってみて楽しかったらぜひ続けてみてください。やってみてそして気持ちがいい、気分がいい、あるいはその体が整うなっていうことを実感すると思います。何週間か、あるいは1ヶ月2ヶ月か続けてみるとね、そしたらそれは間違いなくメンタルにもいいし体にもいいので、私は別に科学的根拠どうこうっていうより、やってみて気持ちがいいとか楽しいとか最近調子がいいというそういう自分の実感が一番なんですよ。科学的根拠っていうのは単なる統計にしか過ぎないので、なので逆に言うとあなたにとって効果があるというふうに思える、調子がいいと思える運動はあなたにとって 100% の効果なわけだから、科学的根拠より何倍も確からしいので、自分の好きな運動をやって調子がいいのかどうかっていうことを感じ取っていくっていうのがベストの運動法だと思います。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。